泣き叫べ愚かなる人間どもよ。悪の恐怖におののくがいい。ピッコロ大魔王。その昔、平和や正義を破壊し恐怖に満ちた世界を作り出した悪の王である。まさに暗黒の時代、人々が希望を失っている中で、一人の武道家が大魔王に戦いを挑んだ。武道家はマフーバという技を用い、今日疲れた大魔王はこれに封じられる。長きにわたった魔の時代は終わりを迎えたのである。しかし現代、不届き者によってその封印は解かれ、ピッコロ大魔王は復活してしまった。大魔王とその一味は抵抗する者を根絶やしにするため、武道家たちを手にかけていく。クリリン、チャオズ、そして無天老師、多くの名のある武道家が犠牲となった。抗いようのない恐怖に人々は逃げ惑い、いよいよピッコロ大魔王による悪の統治が迫った。しかしそれでも諦めず大魔王に挑む者がいた。この勝負はどっちかがバラバラになんなきゃ終わんねえぞ。無論貴様だ。ひねりつぶしてやる。敗北が近づいてきたら、この私に勝てるわけがないのだ。ピッタリア、これ、手こずらせおって。な、待ってろよ。こいつはオラが倒すからな。バカ、この私を倒せる者など絶対に存在するはずはないのだ。ハッ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 
の私を相手にここまで戦えたことは褒めてやる。だがその結果、貴様は大魔王の大いなる怒りを買ったのだ。ただでは死なさんぞ。せいぜい苦しみ抜くがいい。が調子に乗りよって。私の作る悪の世界に貴様を残すわけにはいかん。ルパワーで始末してみろ。手の力全部使っておめえを倒す。思い知れ。じゃあペン惨めにくたばるがいい。貴様がいなくなる。いよいよ魔の時代がやってくるのだ。まだ終わってねえぞ。てめえだけは絶対に許しちゃおけねえ。勝てるわけがないのだ。弱いもの
には死あるのみ。当然貴様もだ。私の作る悪の世界に貴様を残すわけにはいかん。ルパワーで始末してやる。この力全部使っておめえを倒す。惨めにくたばれない。貴様がいなくなる。いよいよ魔の時代がやってくるのだ。まだ終わってねえぞ。おめえだけは絶対に許しちゃおけねえ。この私が本当に人間か。そんなの関係ねえ。おめえはオラの手でほっとされると気が済まねえ。消し去ってやる。世界に貴様を残すわけにはいかん。フルパワーで始末してやる。持ってる力全部使ってお前を倒す。重いし。フッ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 フ
私が貴様本当に人間か。ほら尻尾入ってっから人間じゃねえかもな。今度はそんなの先に、おめえはオラの手でぶっ通さねえと気が済まねえ。わずかでも動いてみろ。こいつの頭ぐらい一瞬で粉々にできるぞ。貴様たち人間の弱点はその精神的な甘さにある。非常になりきれん奴が悪に勝てるわけがなかろう。ハッ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 、形勢逆転だな。貴様は確実に倒しておくぞ。悪の世に邪魔な存在だ。どうすることもできんだろ。ついに終わったぞ。ピッコロ大魔王様の勝利だ。暗黒の世の支配者に逆らった愚か者よ、死ねー。失敗したな。腕一本残してた。何？オラの全てをこの拳にかける。言うしかないな。だがこのまま魔族が消えてなくなると思うな。うわっ、うわっ、我が子よ、いつの日か父の恨みを晴らしてくれ。悪の根を絶やしてはならんぞ。ピッコロ大魔王は孫悟空によって倒された。恐怖に沈み込んでいた世界は活気を取り戻し、人々は平和の尊さをかみしめた。しかしその平和はひとときのものかもしれない。ピッコロ大魔王はその死の間際、己の意志を継ぐ者を生み出し、悪がついえることを阻止していたのである。ピッコロ大魔王の生まれ変わりが動き始めるのは3年後の天下一武道会。次なる脅威に立ち向かうため、悟空は神のもとに向かい、
そこでさらなる強さを求めて修行を開始する。ドラゴンボールによってピッコロ大魔王に殺された仲間たちも復活し、天下一武道会に向けて各々の厳しい錬磨は続けられた。そして3年の月日が経った。遅いですね、皆さん。あら、お二人さん、久しぶりね。お久しぶりです。ブルマさん、それにウーロンさんとプーアルさんも。いやいやいや、こりゃたまげたわい。ますます女らしゅうなりよって。カメじいさんは変わってないわね。なあ、他のやつらは？私たち、ずいぶん前からここにいるんですけど、まだ来てないみたいです。ヤムチャのやつはどうしたんじゃ？一緒ではなかったのか？それが、ヤムチャ様は西の都に帰ってきてすぐ一人で修行の旅に出てしまったんです。私を置いてね。ほっ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 、ヤムチャもか。クレリンのやつもそんなことを言って修行に行きよったわい。よほど3年前の悟空に刺激されたんじゃろうの。まあな、あいつってばあのピッコロ大魔王を倒すほど強くなっちゃったもんな。今考えても信じられないわよね。あのチンチクリンの孫君が世界を救うだなんて。なあ、おつ、あ、うん、ウルマ、お主の知り合いか？いいえ。じっちゃん、生きててよかったな。みんなも元気そうだ。クリリンやヤムチャや天津飯たちはどこだ？もう予選会場に行っちまったんか？まさか、あんた、ソン君？うん？何言ってんだ、当たり前だろ。おお、よかった、雨が小降りになってきたぞ。嘘だろ、本当に悟空なのか？なんだよ、こいつ頭に巻いてっかわかんねんか。撮ってやら、よく見ろよ。どうだ、間違いねえだろ。その髪、確かに悟空だ。それよかさ、ブルマとじっちゃん、縮んじまったんじゃねんか？あんたが出たくなったのよ。そういや、背伸びたかもしんねえな。それにしても、こいつはたまげたわい。やっはー、そこんとこでちょうどみんなと会ってさ。お久しぶりです、無天老師様。あまり反応がないな。驚いてるんですよ、僕たちの変貌ぶりに。見てくださいよ、無天老師様、私などこんなに背が伸びちゃって。元気そうだな、クリリン。これでみんな揃ったな。お前まさか悟空か。お悟空、やろう、会いたかったぞ。ちっとも礼が言えなかったじゃないか。あれが悟空か。そうらしいな。本日の天下一武道会に出場される選手の皆様、まもなく受付を締め切ります。出場登録がお済みでない方は急ぎ受付を行ってください。繰り返します。本日の天下一武道会に出場される選手は、そういえばお主らは登録を済ませておらんかったな。せっかく厳しい修行をやったのに、
受付し忘れて大会に出られないとなると泣くに泣けんぞい。え、あ、悟空、お前もまだなんだろ。さっさと済ましちまおうぜ。あ、大会の戦士たち、第23回天下一武道会始まる。それにしても悟空、でかくなったな。俺も背が伸びたと思ってたけどさ、とにかく久しぶりに会えて嬉しいよ。あのピッコロ大魔王を倒したお前がさらに修行を積んで体も成長したか。手合わせするのが楽しみだ。あ、俺もだ。ピッコロ大魔王を倒したのが3年前か。本当に見違えたな、悟空。ブルマにも言われたけんど、少しは背伸びたかもしんねえな。いや、少しどころじゃないって。おかげで僕、生き返った。ありがとう。あ、生きてて、よかったな。へへへ。ピッコロ大魔王から世界を救っていただいて、本当に感謝してますわ。私もブルマさんやヤムチャさんと手助けに行ったんですけど、一人でピッコロ大魔王を倒してしまうなんてすごいですわ。悟空よ、お主のおかげで生き返ることができた。改めて礼を言うぞ。礼なんていいよ、じっちゃん。本当に強くなったの、悟空。この大会でどれほど強くなったかわしに見せてくれ。ああ、もちろんだ。お前、よくあのピッコロ大魔王を倒せたよな。やっぱりすあん時は、オラも必死にやってなんとか勝てたさ。俺なんて、死んだみんなの体を探すくらいしか役に立てなかったけど。そんで、みんなが無事に聞けたならいいじゃねえか、悟空。あの孫君がこんなに大きくなるなんてね。自分では気にしたこともねえよ。それよりピッコロ大魔王を倒してみんなを生き返らせてくれてありがとうね、孫くん。もし悟空さんが神様のところで修行している間、ヤムチャ様も僕を置いて一人で。ん、あなたも天下一武道会に出場で？はいはい、出場ですね。名前は孫悟空さんですね。はい、これで受付完了です。それでは優勝目指して頑張ってください。
の天下一武道会に出場される選手の皆様、まもなく予選を行いますので教務官の方にお集まりください。早速始まるみたいですね。まあじっちゃん、いつもの道着持ってきてくれたか。何を言ってるか。お主たちは皆もう立派にそれぞれの道を歩いておる。いつまでも亀仙流の道着を着ることもなかろう。さあ頑張ってこい。はい。信じらんないわ、あの孫君が。結構いい男になっちゃったりしてさ。けっ、浮気っぽい女。さてどれほどの力を身につけたのか、じっくり見させてもらうぞ。じゃーん、どうだ。どうせ無天老師様、今回は仮面川流のユニフォームをくれないと思ってさ、俺道着屋で作ってもらったんだ。考えることは一緒だな。ほらもだよ。なんだよ、俺だけ目立とうと思ったのによ。ん？なんだ悟空、どうかしたのか。あいつ、バカな、まさか。来たな、ピッコロ大魔王。悟空、あいつ、まさかピッコロ大魔王の手下の生き残りか。うん、そんなようなもんだな。でもみんなには内緒な。そんなことわかったら大騒ぎになっちゃうからさ。あの雰囲気はただもんじゃないな。知ってるやつなのか。あいつ強そうだなって言ってたんだ。孫悟空。お？誰だおめえ。バカ。なんだあいつ。悟空、今のは。むちゃくちゃ可愛い子じゃないかよ。いつの間に知り合ったんだよ。知らねえって。ほら、あんなやつ会ったことねえもん。嘘言え、そういう雰囲気じゃなかったぞ、くんの野郎。お前本当に神様のとこで修行してたんだろうな。本当だって。選手の皆様、お待たせしました。あ、ほら始まるみてえだぞ。ちくしょう、後で詳しく聞かせてもらうからな。めいったな。戦を行いますので中央にお集まりください。いたたたた。うん、ちくしょう、強すぎる。なあ、そろそろ予選が終わったんじゃねえか。うん、そうじゃな。おい、あっちに本戦の対戦表が貼り出されたってよ。本当か、行ってみようぜ。わしらも行ってみるかな。そうね、みんな予選を通過してると思うけど、誰と誰が戦うか気になるものね。もう人が多くて見えないじゃないの。プーアル、お主ならば見えるじゃろ。読み上げてくれ。わかりました。第1試合はももしろしろって読むのかな。その人と天津飯さんが戦うみたいですよ。ももしろしろ、ひょっとして桃のようなナイスバディのお姉ちゃんかの。エロジジイ。第2試合が、あ、悟空さんだ。悟空さんと匿名希望って書いてあります。
匿名希望とは妙じゃな。名前を隠してるってこと？なんでそんなことするのかしら。第3試合はマジュニアって選手とクリリンさんですね。マジュニアね、なんとなくいけすかない名前だけど、どんなやつだろう。ヤムチャ様は第4試合です。シェンって人と対戦です。今回は1回戦を突破してよね。大丈夫ですよ、たくさん修行したんですから。それで全部か。はて、チャオズはどうした。チャオズさんは、あれ、そういえば名前が書かれていないな。どういうことじゃ。あ、いたいた。無天老師様、みんな詳しい話を聞く必要がありそうじゃな。ということで、俺たちは予選を通過できたんですけど、チャオズは負傷してしまって。なんと、そんなことか。それで今チャオズは病院に運ばれて治療を受けてます。そうか、なんともなければよいが。それにしたって、チャオズ君を倒したのは誰なの？だって普通の人には負けないでしょ。それについては、無天老師様知ってますか。鶴仙人の弟のタオパイパイってやつ。タオパイパイじゃと。タオパイパイがチャオズを倒したというのか。しかし、やつは悟空が。うん、ずっと前、かりんとうのとこでオラが倒した。爆発したし、オラ絶対に死んだと思ってた。でも、生きてたんですよ。しかも、半分ロボットのようになって。タオパイパイは、悟空も天津飯も殺す気でいます。第一試合でまず天津飯のやつと戦うことになりました。なるほどの。それで天津飯は一人で精神を集中させてます。相手が相手だからって。どっちゅうこと、姉さん。天津飯ならあんなやつ敵じゃねえ。そいつは聞き捨てならんな。鶴仙人、一つ忠告しておいてやる。亀仙流のヘボどもが全滅せんうちにたったと逃げ出すんだな。クソジジ、ここではっきりさせておいてやるが、天津飯はもとより、ここにいる三人も今や亀仙流ではない。みなこのわしを超え、それぞれの部の道を歩いておるわい。おお、亀仙流の道義をつけているのにか。それはこやつらがこのわしに対する思いやりで、それぞれにこしらえたもんじゃ。そうだそうだ、無天老師様はお前なんかと違って尊敬されてるんだ。今のうちにせいぜいそうやって生きがっておくんだな。サイボーグ化したタオパイパイは想像を絶する強さを手に入れた。天津飯や貴様らにほんのわずかでも勝ち目があればいいがな。なによ、相変わらず嫌なジジイ。天下一武道会本戦に出場する皆様にお伝えします。まもなく試合が始まります。出場者は武道寺本館に集合してください。あ、始まりますよ。みんな頑張ってね。よし、行ってこい。見せてもらうぞ、お主たちの上達ぶりを。はい。あ。なあ、おう、じゃあな。
はははおう。ほっ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 。どうじゃ。いいわよ、わかったわ。どうしましょう。はあ、そうね。そうね。そうですね。よかろう。おう、ありがとうございます。うん。おう。できたぞ。なあ。はあ。おう。すまんな。どこにあっかな。全部だな。お茶のとこに戻っ。なあ。すまんな。
よい。ギギ、どうしましょう。ぐぬぬぬ。いや、おいおい。ありがとうございます。あまったくすまんの。うん、おう。一目たし、これで力いっぺい戦えんぞ。いらっしゃい。ありがとうございました。湧いてきたぞ。木がすんげえ溢れてくる。いよいよ始まるな。試合前のこの緊張感はいつになってもたまらないぜ。あ、そうだ、おめえたちにいいもん食べさせてやろうか。見た目はただの豆なんだけど、一粒食えば10日は腹が持つんだ。へへ、センズだろ。俺もヤムチャさんも持ってるんだ。え、それじゃおめえたち。ああ、みんなカリン島に登ったんだ。その後バラバラになってそれぞれ修行をしたわけさ。そっか。そういや、てっぺんにいたヤジロベエってやつにも武道会に誘ってみたけど来なかったみたいだな。ははあいつこういうの綺麗なんだ。うるせえ、来たけど負けてまったんだわ。しかしあのシンって野郎、見た目はさえにゃおっさんだけど、あいつただもんじゃにゃねえ。予選であんなどえりゃやつに当たってまうなんてついてにゃ合わねえ。なあ悟空、ずっと聞きたかったんだけどさ、神様の修行ってどうだったんだ。やっぱきつかったか。ああ、そりゃものすごかったぞ。お前がそれほど言うってことは相当だな。もしかして天津飯選手のお仲間でしょうか。あ、
ああ、はい、そうですけど。ああ、よかった。予選の時に皆さんが一緒にいたところを見て、きっと実はですね、お伝えしたいことがありまして。チャオズ選手のことなんですが、つい先ほど病院から意識が戻って順調に回復していると連絡が。本当ですか？ええ。本来なら私から天津飯選手にお伝えしなければならないのですが。ほら、あの様子でしょう。ちょっと邪魔できなくて。ああ、そうですよね。わかりました。では私はこれで。いがったな、チャウズが無事で。どうする悟空、さっきのことを天津飯さんに伝えるか。でも邪魔するのも悪いよな。 あえて言わずに試合に集中させるってのも手だが。そうだな。さて、どうしたもんかな。チャウズのことを天津飯に教えてやっかな。